これって。うん、はい、もしもし。社長、よかった。大変なことが。え？今ダイナチェアの堀江さんから電話があったんです。パク社長が昨夜自殺したって。なんだって？それで堀江さん、パク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです。私今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけど。わかった、それでいい。早速行ってみるよ。それじゃ。止まれ止まれ、二度と来んなよ。おい止まれ、お前だよ。おら、サレムだ。おば、そこだ。お前どっち来ましたるわ。困った人だね。堀江ちゃん。あ、秋山さん、驚きました。さっき大阪にいらしてるって聞きましたけど、それにしてもまさかこんなすぐお会いできるやなんて。本当に自殺で間違いないわけ？遺書が残ってました。すぐ返してもらえるようですけど、一応今警察で筆跡を鑑定中です。ただ僕が見た分には社長の字に間違いありません。それもあってか警察でもほぼ自殺と見てるようです。そうか、一生ね。刑事さんが言うには
最近中小の経営者の自殺は多いみたいで、よくあるケースやと。確かによく聞く話ではあるな、一般的には。ええ。そういえば社長の遺書には何て？文面はすごい短いもんでした。こう書いてあったんです。もう疲れました、ごめんなさいって。もう疲れました、ごめんなさい。たくさんらしくないな。同感です。彼女に何があった？正直言うてよう分かりません。仕事面で敵は多かったですけど、僕が見る限り自殺するような状況はありませんでした。ただ一つ気になることがあって、その件で秋山さんに相談したかったんです。というと？社長が秋山さんからお借りしてた金のことです。さっき確かめたんですけど、入れてあったはずの金庫からなくなってたんです。盗まれたってこと？つまりパクさんはその金を取ってったやつに殺された？いや、そうとは限りません。社長がいつの間にかどこかへ移動させてたっていう可能性もありますし、社長が管理してた帳簿が見つかったらなんかわかるのかもしれませんけど、それもまだ見つかってなくて。ただ盗まれた可能性もあるっていうことは秋山さんにお伝えしときたかったんです。もしそうやったら、正直なところ返済の見込みが立ちません。まさか堀江ちゃんに払えなんて言わないよ。俺はダイナチアじゃなくてパクさんに金貸したんだからさ。それは分かってるんですけど、あんな大金となったらやっぱり気になってしもて。しかしこんなことになって、これからこの事務所どうすんの？分かりません。この事務所はずっと社長のワンマンでしたから、僕らだけじゃどうにも。ただ社長がずっと力を入れてきた新人がもうデビュー寸前なんです。新人か。社長が沖縄にまで足運んでスカウトした逸材です。社長相当力入れて育ててたんですけど、今事務所閉めたらこれまでの苦労が水の泡に。社長はそんなことを望んでないように思うんです。堀江ちゃん、その口ぶりじゃあんたパクさんが自殺だとは思ってないね。当たり前ですよ、そんな弾やなかったでしょう、うちの社長は。ああ、まったくだ。秋山さんの方はこれからどないするんです？少し独自に調べてみるよ。こう見えても俺も金貸しだ。貸した金はきちんと回収したい。もし誰かさんがパク社長を殺してその金奪ったってんなら、そいつからちゃんと返してもらうまでだ。それに今の話じゃ警察も当てにならなそうだしな。パクさんがなぜ死んだのか突き止めるためには俺が動くしか道はなさそうだ。秋山さん、最後にパクさんに会ったのは？さっき話に出たうちの新人です。今4階のレッスンスタジオにいますから、ご案内します。いや大丈夫だよ、一人で行ける。失礼、ちょっといいかな？昨夜パク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね、少し話をさせてもらいたいんだけど。まあこんな時に話する気にはならないと思うんだけどさ。君は遥ちゃんか？桐生さんところ。秋山さん、君なのか？パク社長が売り出そうとしてた新人っていうのは。そういやさっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけど、こんな偶然もあるんだな。
秋山さんの方こそどうしてここに。実は俺パクさんに金貸してたんだよ。社長が秋山さんに。ああ、彼女関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでね。そんな時神室町になら無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて、彼女はすぐ東京へ飛んだ。それがスカイファイナンス、つまり俺の会社だったってわけだ。1年ちょっと前の話だったかな。社長、そんなにお金に困ってたんですか？ああ、いや、そうじゃなくて、そのなんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとか、そういうんじゃなくて、額が額だったから、ちょっとね。いくらだったんですか？3億円？3億って、そんなに？そう。ところが今その金がどこかに消えちまったらしくてね。今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃまさかそのお金がなくなったことで自殺を？可能性としてはある。ただ俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか？俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題を吹っかけてテストをするんだよ。いわゆる俺流の厳正な審査ってやつ。そのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない。蒼天堀からわざわざ神室町まで来たパクさんは俺の出した無理難題を見事に乗り越えた。俺のとこに金を借りに来る客はその大半がその場しのぎの金欲しさにやってくる。だから金のために土下座はできても命を張ることはできない。まあそれが普通だ。だけど彼女は必死だったよ。自分の夢をつかむために石にだってかじりつく勢いだった。夢？そう、夢さ。彼女は金を借りに来たんじゃない。夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ。命がけでな。俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってる。そのために空から降ってきたんじゃないかってね。空？ん？ああ、ごめんごめん。今の話は余計だったな。とにかくパク社長には夢があった。そしてどんな屈辱を受けても諦めない強い意志でずっとその夢を持ち続けていた。だから俺は思うんだ。パク・ミレイという女は自分から死ぬような人間じゃない。はい。だからというわけじゃないんだが、はるかちゃん、辛いとは思うが協力してほしい。君は昨日パクさんに会った最後の人間だ。何か気づいたことがあったら何でもいい。教えてくれないか？秋山さん。ん？社長は自殺なんかじゃありません。多分誰かに殺されたんです。そうとしか思えません。だから私も一緒に連れてってください。え？お願いします、秋山さん。私も一緒に。社長に何があったのか私も確かめたいんです。お願いします。参ったな。一応聞くけど、ダメだって言ったら素直に言うこと聞く？わけないよね。君なんて言ったってあの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんね。はい。さてと、まずはそうだな、他殺を証明するってことになるとやっぱり自殺の現場を見ておく必要があるな。はるかちゃんにはショック大きいかもしれないけど。大丈夫です。 OK、 その意気だ。で、
パクさんはどこから飛び降りたって？屋上です、このビルの5階。なるほど、まあとにかく行ってみることだな。失礼。誰よあんた。東京のカムロ町でスカイファイナンスってお店をしてる秋山さんという方です。堀江さんが社長の件でお呼びしたって。うん、あっそう。秋山さん、こちら山浦さん、事務所の社員で私のボイストレーナーもやってくださってます。よろしく。どうも。それよりはるか、あんたボイストレーニングしたかったらスタジオキーや。クリスティーナも来てる。なんかやってへんと気が紛れへんからね、こんな時は。ほならな。さてと、ここが現場ってわけか。はるかちゃん、パク社長が飛び降りた時間って？今朝6時頃、近所で何かが落ちたようなドンって大きな音が聞こえたそうです。なるほどね。飛び降りたとされる場所はどこかな？秋山さん、社長はこの場所から飛び降りたんだそうです。なるほど、自殺を偽装するには楽な場所だ。そういえば、やっぱり靴は揃えておいてあったのかな。ええ、そうだったみたいです。マニュアル通り、自殺のお手本といった感じか。そういうところもパクさんらしくないんだよな。なんだか、誰かが自殺を演出しているようにしか思えない。そうですね。ここから飛び降りるって高さどれぐらいなんだろう。この高さだと下手すると助かっちゃうな。うまく地面に頭から落ちれればいいけど、足から着地したら複雑骨折程度で済むこともありそうだし、それにこんな繁華街の中じゃ何より人様に迷惑をかける心配もある。普通飛び降り系の自殺する人ってもっと場所を選ぶよね。そうかもしれませんね。俺がもし自殺するんだったら、もっと高くて人思いにしてるところがいいな。今もういいんですか、秋山さん。ああ、ただ自殺が偽装されたって証拠は見当たらないな。一旦下に戻ろうか。はい。堀江ちゃん、突然だけど、はるかちゃんも俺と一緒に動くことになった。パク社長が本当に自殺だったかどうか二人で調べる。え？なんではるかちゃんも一緒に？実は俺とはるかちゃんは以前からの顔見知りなんだ。まさかパクさんのところにいるとは思わなかったから会ってびっくりしたよ。そうやったんですか。まあこんなことになってしまいましたし、もうプリンセスリーグに出てる場合やないもんね。プリンセスリーグ？ああ、今大阪のテレビ局でやってる対戦型のオーディション番組です。トーナメントを勝ち抜いて優勝したアイドルには大手レコード会社からのメジャーデビューが約束されるっていう企画番組なんですけど、彼女その決勝戦を戦ってる最中なんです。決勝？え、それってすごくない？すごいですよ。すごいに決まってるやないですか。社長は何としてもその番組で遥ちゃんを優勝させて東京でメジャーデビューコンサートを開くつもりで動いてきたんです。優勝するかどうかもわからないのに？ええ、それほど
社長は遥ちゃんにかけていたいうことです。そやけど社長が亡くなってしもた今、番組に出るのもどうかと思いますし、しばらくは遥ちゃんも番組とかへの出演を控えた方がええかもしれません。ダメだ、それは続けよう、何としても。え、なんでですか？それがパクさんの夢だからさ。はるかちゃん、さっきパクさんが俺のところに金を借りに来た話したよね。はい。パクさんが俺から借りた3億、実はあの金は東京でのライブイベントのための制作費だったんだよ。え、それほんまですか？ああ、とはいえ3億ほどの金だ。全部がライブのためってわけじゃなくて、東京での活動資金なんかも含まれているんだろうが、とにかく少なくともパクさんは遥ちゃんが勝つと信じて俺のところに金を借りに来たってことだ。そやけど確か社長が秋山さんから金を借りたのって1年半前だ。つまりそれって、そう、パクさんは決めていたのさ、はるかちゃんに会った瞬間にな、どんなことがあろうともはるかちゃんに東京でライブをさせるって。まさか3億が君のためだったとは。社長がそんなこと考えてたなんて。だからこの夢は簡単に諦めちゃならない。誰かがパクさんの夢を継いでやらなきゃパクさんも報われない、そういうことだ。はるかちゃん、君のパクさんへの気持ちはわかる。だから一緒にパクさんの死を追うのをやめようというつもりはない。だからこそね。やります、両方とも。社長との夢も社長の死の真相も私にはどっちも大事なことだから。おお、さすがパクさんと桐生さんが見込んだだけある。そうこなきゃ。よし、それじゃあ堀江ちゃん、君はちゃんと彼女がそのプリンセスウンタラツノに出られるようマネジメントしてあげて。は、はい。そやけどお金がなくなった今となっては。だからその3億を取り返して夢を叶えるんだよ。それがパクさんの死を調べる意味だと思ってる。秋山さん、わかりました。でも社長の死を調べるって一体どうすればいいんですか？やはり決め手は遺書だな。遺書？自殺でなければ犯人が偽装したってことになる。堀江ちゃんは社長の字だろうと言ってたけどね。私も見ましたけど。あ、どうかした？そういえば社長、少し前に手を怪我したんです、右手を。でも元々左利きだったから不便はないって左手で字を書いてました。なるほど。だとすると遺書も左手で書いたはずだ。本当に彼女自身が遺書を書いたのなら。ええ。だがもし今回の遺書が右手の筆跡で書かれたものだとしたら、誰かが遺書を偽造したってことになる。つまりパクさんの自殺は偽装されたものってことだ、彼女を殺した犯人によって。はい、実際に遺書を見て確かめよう。確か遺書は筆跡鑑定が終わったら返してもらえるんだよね。ええ、そんなに時間はかからんって言うてましたけど。よし、それじゃあそれまでは一旦待つとするか。俺も自分の会社のこと少しはやらなきゃいけないし、はるかちゃんもやりたいことがあったら今のうちにやっといた方がいい。いえ、私はここでずっと待ってます。こんな大事な時に他のことをしている暇なんて。今だからこそだよ。え？君はまだプリンセスリーグの決勝戦もあるんだろ。暇が本当になくなるのはこれからだよ。だから時間に自由の利く今のうちにやれることはやっておいた方がいい。そうですね、わかりました。それで警察から連絡あったら僕から連絡するから息抜きしといて。はい。ああ、今後のためにアドレス交換いい？はい、もちろんです。アイドルとアドレス交換なんてなかなか貴重な体験だね。それじゃあ
俺は自分の店に戻ってるから。はい、わかりました。